里崎チャンネル。じゃ。さあ今回もですね、里崎チャンネルはデータスタジアムさんに来まして、データを駆使して野球を楽しく見ようということで、今回もお手伝いいただくのはデータスタジアムの金沢さんと、そしてデータを調べてくれた山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のテーマはですね、まあ、前回もバントでしたけど、今回もバントです。なぜならですね、はい、里崎が昭和なもんでバントが好き。バント好きなんですね。バントが好きなんですよ。やっぱり心配になるんですよ。大丈夫？だって打っても3割でしょ、はい、一流がですよ。で1チームに何人いるんやってた時に、下手したら1人とかのチームもあるじゃないですか。3割打てる、はい、もうバントして得点圏に生かして、バッテリーのメンタルを揺さぶろうっていう、うん、やっぱり得点圏行くとキャッチャーだったんでプレッシャーやっぱかかるんですよね、うん、やっぱワイルドピッチも許されない、ワンヒットで点入っちゃう、あと外野が僕の時だと日本ハムの森本一人、新庄さん、稲葉さんぐらいだと、もうそれはホームでワンヒットで帰ってこれないんで安心感あるんですけど、その外野手の守備力にもよると思うんですよね。だからなんとか得点圏に行ってっていう昭和野球です。はい、それをですね、データで見極めようということで、今回もバントです。テーマはで、今回のテーマはですね、ランナーを三塁に置いた場合、これはノーアウト三塁、二三塁、満塁、ワンアウト三塁、二三塁、満塁の三塁にランナーがいるときに、下位打線で打ちに行く方が1点入る確率が高いのか、スクイズもしくはセーフティースクイズで1点入る確率が高いのか、どちらが高いのかを調べてもらおうということで、山田さんに調べてもらったんですよ、はい、だからパ・リーグの場合は7、8、9番です。でセ・リーグの場合は9番にピッチャーが入るんで6、7、8番もしくは8番にラミレス監督みたいにピッチャー入った場合は6、7、9番ですねの野手前提で、で打ちに行く場合は内野ゴロで1点も入るし、ヒット、犠牲フライも含まれます。バントはスクイズかセーフティースクイズのみで、どっちが点が入るかっていうのを調べてもらったんですけど、どうなってますか。はい、じゃあ早速山田君お願いします、はい、でこれを見ると、青い方がバントなんですけれども、まあ、ほとんどの年でバントの方がヒッティングをした時よりも得点が入る確率が高いという傾向が出ています。やっぱもうじゃあスクイズですね。そうですね、倍ぐらい違いますもんね。でしかも、はい、まあ、先ほどのお話ね、うん、裏でのお話によると、うん、その黄色のヒッティングの部分も、内野ゴロで三塁ランナーがギャンブルスタート、もしくはゴロゴーでホーム突入してセーフになった場合も入ってて、去年は 46% なんですもんね。はい、この 46% のうち大体 10% ぐらいは内野ゴロでホームに生還したケースなので、うん、まあ、それを除くとすると、まあ、さらに低くなるというようなことですね。だってそれはもうバッターの能力じゃなくて三塁ランナーの能力ですもんね。だって僕が三塁ランナーだともう無理なんですよ、まあ、もしくは、うん、内野が初回とかどこにあるんですか、後ろ下がって行って OK よっていうパターンもありますよね。だから純粋にバッターの貢献、ヒットか犠牲フライでいうともう 30% 台ってことですよね。そうですね、今回やっぱり得点確率ってことで、はいはい、このバッターで1点入るかどうかっていうことにこう特化して、そこだけに焦点を絞って見てみると、やっぱりスクイズっていうのは結構得点も入りやすい。でも結構成功してるんですね。そうですね、3回に2回は成功してます、はい、僕もっと失敗してるイメージありましたけど、やっぱりスクイズとかセーフティースクイズ失敗って印象残りやすいから、はい、そこが多分大きい印象ね。そうですね、あとはファールになってもう1回打ち直せる、うん、ランナーも死んでない、うんうん、アウトになってないっていう状況はこれは失敗には入れてないので、うん、まあ、そういうことはあるかなと思いますけど、まあ、割とそうですね、まあ、3回に2回、うん、2回は、うん、成功するっていうのが今スクイズですね。じゃあですね、スクイズすると3回2回は1点確実に入るけど、はい、打ちに行くと3回に1回しか得点が入らないって。そうです、ね、でも逆に言ったら、はい、打ちに行った方が複数点は入るっすよね。そうですね、確率としては、確率としてはスクイズしたら基本的には、うん、まあ、アウトになるので、うんうん、バッターは、うん、まあ、もちろんフィールダースチョイスとかもありますけど、うんうんうん、まあ、それよりは、まあ、打った方がホームランの確率もあるので、うんうん、そうですね、まあ、複数点は取れる確率はまあ高いかなって感じがします。じゃあもうあれですよね、バントの時の話と一緒ですけど、はい、エースが投げてたらもう下位打線はもうスクイズですね。そうですね。、はい、そういう感じになってますね。特にもう
ワンアウト三塁とか、はい、ノーアウト三塁だと、うん、もうスクイズした方がいいですよね。結構あのノーアウトで実際にスクイズする場面って結構少なくて、はあはあ、だいたいこうワンアウトの場面がスクイズ多いんですけど、うん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 、まあノーアウトからでも本当に1点取りたい場合はやってもいいのかなっていうのはあります ね。しかもだってノーアウト三塁だと、はい、もうキャッチャーですけどスクイズ警戒しないですね、うん、やっぱりノーアウト三塁でスクイズってそんなないんで、逆に言ったらまあスクイズとかって奇襲じゃないですか、はい、ノーアウト三塁の方が成功しやすいかもかですね。そうですね、その可能性あると思います。だってノーアウト三塁でパリーグだと、はい、あの8番がアウトになって9番になるとスクイズあるなって思っちゃうんですよでもノーアウト3塁で8番にスクイズってまだそこまで認識ないですよね。そう考えるとスクイズっていうのも握手じゃないですよ、ね、これヒッティングのデータはだいたい毎年44とか46とか同じぐらいじゃないですか。だけれどもスクイズってやっぱり数が少ないんで、うんうん、本当毎年、差が出るんですよね、うんうん、だからそういう意味だと奇襲、今おっしゃってたように奇襲だから、まあ、これだけ成功してるっていうのがあるので、うんうんうん、里崎さんにがっつりこうキャッチャーの時にこう警戒されないような状況、うんうん、さっきおっしゃってたようなノーアウト三塁からの、うんまあ、スクイズみたいので、まあ、1点だけ取る、うん、どうしても1点取りたいっていうところでは、うんうんまあ、そういう作戦も、まあ、それなりに成功するよっていうのがこの出たかなと思いますね。だってスクイズでやっぱ僕が一番印象的なのは、はい、北京五輪の予選、はい、台湾戦1点負けてる状況でノーアウト満塁でサブロースクイズですからね国際大会のノーアウト満塁ですよ、はいはい、サブロースクイズですよいやあれはあ、ちなみに僕、はい、あのその前にノーアウト1塁でバンドのサインが出たんですよ。でバンドしたらちょっと強めに入ってピッチャー前に行ったんですけど、あの宮本さんの好走塁で3塁フィルダーチョイスになって満塁残ったんですよで、あのその後がサブローのスクイズなんですよ。だからバンド続けてなんですよ、はい、だからあれは衝撃的でしたね。でもその後1点入って、であと後続もバンバン打って結局大量得点で勝ったんですけど、ありっすよね。だからここありえないやろっていう時にバンドすると多分ほぼ確実に1点、まあバッターの能力にもよりますけどね、はい、入る確率は高くなるんですよね。そうですね、先ほどピッチャーのデータこれ入ってない、ああピッチャーがバッターの時のデータがこれ入ってないっていう話だったと思うんですけど、ああああああ、やっぱりピッチャーがバントするのと他の野手がバントするので、うん、あのスクイズに限らずやっぱりバントの成功率って結構違うので、うんうん、本当ピッチャーだと 60% 台なんですよね、うんうん、で野手だとまあ 80% ぐらい、うんうん、まあ普通の送りバントですけど、うんうんうん、っていうところで見るとやっぱり誰がバントするかっていうのは結構大きいですね、うんうんうん、そうですね。でもピッチャーヒッティング入れたらもっと下がりますよね。そうですね、はい、まあピッチャーの場合はそもそもヒッティングであのこれだけあの取って入るわけじゃないので、そこはありますけど、これでもあるんですよね、リーグ別が。そうですね、はい、はい、一応セリーグはこんな感じになってますね、まあ、同じようにやっぱりバントした時の方が得点確率としては高いっていう傾向ですね、うん、ほぼね全体と変わらないですね、はい、倍ぐらいっていう。だセリーグはあれですね、あの2番がノーアウト1塁でバントしちゃダメだけど、もう下位打線のランナー3塁はもうスクイズです。特に開幕戦1点取りたいと、うん、だってエースが投げてたら、うん、で相手もエースだと大量得点取れりゃいいですけど、やっぱ取れないっていう見込みの中で対エースとは対峙していかなきゃいけないじゃないですか。そうなるとこちらもエース投げてるとスクイズですね。だからもう6回ぐらいもう絶対スクイズでしょ6回ぐらいで2対2ぐらいでとか、もし2対1ぐらいで負けてる状況だとスクイズした方がいいですよね。その後あともし万が一後ろも盤石なリリーフがいたら早めに追いつかなきゃいけないから、1点勝負の試合って、まあ、エースだけじゃなくて中継ぎ強いチームもあるじゃないですか、はい、そうなったらもう一気に逆転じゃなくて確実にスクイズですね。あ、またこれもあれですね、セ・リーグの監督さんはややこしいですよねいや答え合わせが開幕戦そうですね、はい、でも、うん、この企画の一番の重要なのは、あの現場を苦しめようっていうんじゃなくてファンの人をより楽しんで1年間野球見てもらおうっていうことですからね、はい、そういった意味では、まあ、有効的な。あ、じゃあちょっとパ・リーグお願いします。はい、はい、パリーグもまあ同じような形でですね、バントした時の方が得点確率が高いっていう傾向が、うん、まあ、やっぱり例年出てますね。パリーグは特にキャッチャーが打てないとね、8、9、まあ、あの両方打てないんでどっちかスクイズした方がいいですよね。セリーグだとやっぱりピッチャー前いると警戒感ってあると思うんですよ、うん、ワンアウト三塁であの打てないキャッチャーで次ピッチャーエースだったら変わらないじゃないですか。そうなるとスクイズあるかもってやっぱ思いますよね、うん。でそうなってくるとパリーグで8、9のノーアウト3塁だとさっきもそうですけど絶対スクイズあるなって思わないんで成功しやすいですよね。でしかも最近
セーフティースクイズも流行りだしてきてますもんね。結構純粋なスクイズってちょっと少なくなってきてますよね、うん、どっちかっていうと。でもした方がいいですね。そうですね、まあ、あとはやっぱり2人連続で、うん、まあ、ワンアウト三塁からスクイズしなくても、うん、まあ、三振になったとしてももう1回チャンスがあるっていう、そこはあるんですけどね。はい、うちでいくと万が一失敗しても、はい、まあ、2人で1点取ればいいんで、うん、スクイズの場合失敗しちゃうとね、はい、あのランナーが取られちゃうんで、うん、そこのまあ危険性はありますけど、はい、3回に2回セーフです、うん、そうですね。しかもここ数年はその割あの確率も結構上がってる、うん、まあ、数が少ないにせよ8割ぐらい成功してたりもするので、うん、まあ、そういうところでいうとちゃんとこう場面を区切って、うん、ちゃんとその場面で、成功するように練習をしていく、うん、そういうあの取り組みをしていれば、うん、準備をしていればその確率も結構上がると思うので、まあ、あのすごくオプションとして持っておく作戦としては大事かなと思います、ね、いいですよ。だからその1点勝負っていうね、はい、いう時は特にこの選択肢は頭の真ん中にあった方がいいですね。そうですね、うん、やっぱ開幕戦もそうですし、結局クライマックスシリーズ必ず戦わなきゃいけないっていうのが最近のルールからすると、うんうん、やっぱりどうしても1点を取らなきゃいけないっていう場面はどこかでやってくるので、うん、その中ではこういうスクイズっていうオプションを誰でもある程度できるようにしていくというのはすごく大事かなと思いますね、うんうん、特に下位打線は大事ですよね、はい、だからあのファンの皆さんは試合を見ながら言わなきゃいけないですね、うん、ランナーが三塁にいてノーアウトワンアウトで下位打線の場合って点入らないと、だからスクイズなんだって倍違うんだから言ってた佐々木チャンネルでって、だってもうデータスタジアムさんのデータだからもう正確なんだから間違いないのに、なんでうちに行ってんのって言わなきゃいけないややこしい現場いろいろなこう、そうですね。でもまあそうやって見ながら見たらまだ面白いじゃないですか、まあ、これがね、うん、全てじゃないんで、その時々に応じたことを駆使しながら1点を取りに行くのか、もしくは2点3点を取りに行くのかっていう選択っすよね。それはまあ現場化することなんで、まあね、周りの人は楽しんで見とけばいいだけなんであとはまあ僕はですね、このデータを使って1年間仕事したいですねちゃんと言いますから、はい、どんなあの日本放送のショーアップナイターでも、はい、あの地上波でも BS でも、はい、いやあのデータスタジアムさんに調べてもらったデータによるとちゃんと言うんで、はい、そこは、はい、独自じゃないっていう、これもあのデータスタジアムさんのデータ分析とその能力があってのデータですからね。過去15年分ぐらいのデータの、山田さんすごいです ね、そう考えたらもうあのスペシャリストです ねえ、なかなか言ったものが全部出てきます、ね、うん、労力もかかりますし、でもそう考えたら今後も長いお付き合いしたいですねぜひ定期的に、はい、あの佐々木さんの宿題を答えるっていう、うん、はい、里崎もあのデータスタジアムさんの YouTube に出てるんで、そちらもちょっとチェックしてほしいですよね。またこれと違う楽しいトークを忖度なく語ってるんで、そちらもぜひチェックしてですね。一番はファンの皆さんが1年間もしくは今後も含めて野球自体を楽しんで見ていけるようにっていうコンセプトなんで、ぜひね、まあ、その生のね実感した野球を見ながら、その主観的に感覚的にいろんなことを判断していくとっていうのもすごい大事だし、逆にデータを駆使しながら時によってはそれを駆使して進めていくっていうのも大事なんで、そのどっちがねいい悪いじゃなくて、両方をうまく加味しながら野球をねプレイしたり、あとは見たりするとより楽しめると思うんで、まあ、今後もですね、まあ、こういうコンテンツを作れればいいと思いますし、データスタジアムさんのデータを見ながら野球観戦をさらに楽しんでいってもらえればいいかなと思います。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。